様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、先日ご紹介しましたチャット GPT に司法書士の将来性を聞いてみたというですね、ことをやっていきたいと思います。で先日ですねご紹介しましたチャット GPT、 これアメリカのですね医師国家試験を、突破する能力を身につけたということで非常に話題になりました。大変優秀な AI なので司法書士の未来を聞いていきたいと思います。どうぞ。はい、ということで皆さん、結果を見ていただけましたでしょうか。司法書士のですね将来性はチャット GPT によると、高いというですね結論になっています。ただですね、ちょっとこちらに結果をですね打ち出したんですけれども、司法書士の将来性については需要の高い職業であり今後も需要が増えると予想されています。特に高齢化社会の進展に伴い相続や遺言関係の手続き需要の増加が予想されますというふうに書いてあるんですね。で非常にですね教科書通りの回答だなということで、びっくりしましたけれども、さらに続けてですね、弁護士や行政書士と比較すると費用が安いということなので依頼が多くなるということをね言っているんですけれども、これ司法書士は弁護士と行政書士よりも費用が安いってそれはちょっと違うだろうと思っているのでこのあたりの回答はね、かなりいまいちかなというふうにね、思います。ただね最後に、法律の改正や IT 技術の進歩によって、自動化や、効率化が進み、一部の業務が減少する可能性があるため司法書士も常に自己検査や新しい技術の取り入れに努める必要がありますというところまでね書かれていて、いやーすごいなと思いましたね。本当に教科書通りの回答をね、するなと思ったのと同時に私はですねこう司法書士の将来性を AI に聞いたらですね、いやーこれは AI でねほとんどの業務が自動化されるんでありませんよみたいなねボロカスな回答が返ってくるかなと思ったんですけれども、いやそうじゃなくてですね、しっかりとですね、将来性あるというようなことで、一方で最後に助言も入って結構具体的だなと思いました。しかもその回答が非常にふわっとしたものじゃなくてピンポイントでですね社会情勢に応じた分析ができているっていうのがこの AI のすごいところだなと思いました。具体的にはですね高齢化社会に伴い相続関係の業務増えますよとかっていうふうにね回答ができるっていうのはねこれかなりねしっかりと読み込んでいる学習している社会の状況だったり司法書士の業務の、内容っていうのを理解していなければ答えられない内容かなと思いますので、結構ですねすごい高性能だなというふうに感じました。ということで第2弾としてですね行政書士の将来性をね、次回チャット GPT にね聞いていきたいと思いますので、皆様ぜひお楽しみにしていただければと思います。ということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。